どうにかって何ですか。僕はただあなたに会いに来ただけですよ。そんなことは無理ですよ。僕はあなたが大好きなんですから。毎時間帯でも会いに来たいんです。その衝動を懸命に抑えているんですから、来た時くらいくっついたっていいじゃありませんか。ほら、気持ち悪いくらいに愛されてる。すっごいな。見ているこっちが鳥肌が立ちそうだぜ。気色悪。どうした？なんだか今のお前は悲しそう。ごまかすな。首をはねたくなる。苛立っているだろう。わらわは落ち着いているのに、いつもと逆だ。ごまかすな。ごまかしは わらわといるときにそんなくだらないことを考えていたのか。わらわも汚れているものは嫌いし、お前の言っておるのは愚かで醜い男たちのことであろう。面倒なら関わらなければいい。不慮の事故じゃ。お前はわらわとだけずっと一緒にいればいい。
ああ、わらわもそう思う。わらわもお前がいればそれでいい。お前だけを可愛がって過ごす、素敵なことだ。破けてしまった。わらわはお前が好きだよ。面倒か？わらわもお前といると面倒も苛立ちもなくなる。時間に意味があるような気がしてくるのだ。わらわとお前の間には汚いものなど一切存在しない。お前はおとぎの国から来た特別な人形だ。お前といると世界にはきれいなものしかないような気になる。ずっと二人きりでいいよ。そうすれば汚いことなんて一つもない。
帰るのか。お前はそう選択すると思っていたよ。ああ、わかっていた。だが、最後に会いに来るとは思わなかった。なぜ来たの？黙って去っていけば見逃せたかもしれないのに。ああ、すまない。すまない。すまない。と一緒にいて欲しかった。お前といると苛立ちがなくなるような気がしたのだ。わらわはいつも衝動を抑えられない。イライラするの。わらわには何もないから。お前だけはわらわのものでいておくれ。